SCP-1955 の静止映像。アイテム番号、SCP-1955。オブジェクトクラス S、ユークリッド。特別収容プロトコル。この文書の執筆時点においては、SCP-1955 の12本のコピー、オリジナルの 35mm フィルムリール3本、家庭用 VHS テープ5本。海賊版 DVD 4本が財団の特殊部隊によって確保されています。エージェントは別のコピーがインターネット上に流出する事態に備え、インターネットのファイル共有サイトを監視しなければなりません。機動部隊36イプシロン、ベータ、MPAA の殉教者は、SCP-1955 をアップロードした人物の IP アドレスを追跡し、適切と認められる記憶処理を施します。SCP-1955 は著作権切れの状態であるため、パブリックドメイン保全団体に潜入している財団特殊部隊は、SCP-1955 が発見され、パブリックビューイングのためにアーカイブされないことを確実としなければなりません。説明。SCP-1955 は消滅したハリウッドの映画会社、ピクチャーズが公開した1900年の SF 映画、近世から来た秘蔵くらい、です。映画の筋書きはタイトルの元となった内臓を食するエイリアンと、彼らを阻止しようとするアメリカ人の郊外居住者バック、ジョンソンの奮闘に焦点を当てたものです。SCP-1955 は1950年代における多くの低予算 SF 映画と似通っており、視聴者は一般的にアクション、特殊効果、セットを低品質なものとして批判します。SCP-1955 の異常特性は、視聴者が SCP-1955 の映像を継続的に、少なくとも30分視聴した時点で発言します1。効果発言後の視聴者は恒久的な認知障害を負い、いかなる架空の物語2を視聴しても、1940年代後半から1960年代初頭の低予算 SF 映画としてしか認識できなくなります。元々の俳優や筋書きが変わることはありませんが、以下に述べる内容の変更は一貫しています。演技は一般的にクオリティが低く、セリフは、メロドラマ的、で、陳腐、なものと評される。作中に用いられている特殊効果は、1950年代の映画と同等の制作規模となるように変化する。CGI はコスチュームを着た俳優に、大規模な 3D 効果はテクニカラー技術を用いた光のトリックに置き換えられる、など。映画の筋書きに関わる要素は、SF 的な物語に合うものに変更される。例として、ラブコメディの筋書きはエイリアン、未確認生物、その他の類似要素を含むものになる。アメリカ国外に設定されている映画の、パーセントは、場所がアメリカ国内、多くの場合は郊外に移される。英語以外の言語を用いている映画は、英語に翻訳される。アニメ映画や架空ではない物語、ニュース番組やドキュメンタリーなど、は影響を受けません。これまでのところ、研究者たちは SCP-1955 の効果を逆転する方法を発見できていません。ほい。1999年8月30日、財団は SCP-1955 の出演俳優の一人であり、監督の1980年死去、の親友でもあった人物。を発見しました。エージェント、が実施したインタビューの転写外科になります。エージェント、どのようにしてあなたが近世から来た秘蔵くらい、の撮影に関与することになったのか教えていただけますか？当時、皆が映画に関わることになるのと同じ形だったよ。俺の叔父と弟が映画撮影のためにあいつに4万ドル渡して、俺を主演につけてくれたんだ。演技なんてするのは高校以来だったが、映画に出られるってんで興奮しきりで、気にしてなかったよ。エージェント、制作中、はどんな感じに振る舞っていました？妙な、って表現が合うかもな。撮影中はずっと、相手が誰であれ二言以上は口を聞かなかったな。俺たちに可能な限り要点だけの方向性を指示するときは別だったが、これがあいつにとっての、傑作、になるとかどうとかってずっとつぶやいてて、四六時中意識を宇宙に飛ばしてるみたいな、かなり面食らったね。撮影が終わった時は、みんなすぐスタジオから離れて、あいつからできるだけ距離を置こうとしてたんだ。エージェント、映画は、財政的にうまくはいかなかったようですが。は、あや完全にダサくさ。100人以上の客が見たなんて言ったら俺は腰を抜かすね。制作会社のボス。って名前だったと思うが、そいつなんか、
かもう一回でも面を見せたら首を切り落としてやるからなって脅したぐらいだ。俺はそれ以来演技したことはないし、俺の知る限りじゃ、あいつも別の映画を監督したことはない。エージェント。彼は、映画の財政的失敗にどう反応しましたか？何かが切れちまったんだろうな、俺が思うに。あの後会ったのは一度だけだ。風切りから数週間後のことさ。慰めにいくつかワインを買ってあいつの家に行ったんだが、ドアのところに出てきた時は、列車にでも跳ねられたのかって見た目だったよ。目は真っ赤に充血してて、服は何日も洗ってない感じだった。エージェント。彼はあなたに何か言いましたか？それほどでもないな。ワインの礼を言って、ディレクターズカットの編集が終わったら、そいつを見るのに招待してやるってよ。それが、シネマの世界を変える、だろうとも言ったな。エージェント。あなたは、彼の新バージョンの映画を見なかったのですか？ああ。あんな目つきのやつとは、関わりたいとは思わなかったんでね。